皆さん、こんにちは。田辺り2023年事件対策、随理市母材横断交差の短縮版のガイダンス講義をね、えー、開始させていただきます、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、そしたらね、えー、こちらのガイダンスはウェブ版、短縮版ということで、まあ、お時間10分程度でね、えー、これより開講いたします、2023年向けの母材横断クラスについてのご案内を。 まあ10分ですから結構タイトなんですけどね、えー、端的にまあその講座のコンセプトであったり僕の授業の基本スタンスであったりまあそういったものをね、えー、短めにお伝えできればなというふうに思っておりますで今年度もですね、えー、またこの母材ーのクラス開講させていただくことになりました 母座ーダのクラス自体はですね、もうすでに、えー、それなりの経験、もう20年弱ぐらいになりますね。えー、私どもレッグの方で始めてから時間が経ってるものでございます、まあ。今現在、いろんな学校さんがこれに類するようなクラス、開校されているところもありますが、キロンと座表の同時合格を目指してね、一つのクラスで、えー、1年間にわたって準備を進めていきましょうっていうコンセプトで開校させていただいたのは、私どもレッグがある意味元祖です。これはもう自負を持ってる。で まあ毎年毎年ね、どん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 ブラッシュアップも図りながら、なおかつまあ担当講師もこう変わりながらですね、授業自体は進めさせていただいているところがございましてね、今年度も私の方でこの菩財旦のクラスを担当させていただくことになりましたんで、その要点要旨をね、10分程度でお話しするというのが今日のコンセプトです。で、この菩財旦のクラスっていうのは、まあ皆さんもご承知の通り、いわゆる税理試験でいうとこの会計科目ね、会計科目っていうのは簿記論と財務諸表論、この2つのことを言うん,んですけど、 まあ今まではねこの簿記論と財務省表論っていうのはそれぞれ1科目ずつ1年間にわたって学習を進めていただくというのが基本の受験勉強のスタイルだったんですね。完全にに僕らが勉強やっったたはそれしかなかなです。もう二十数年前ですけども簿記論は簿記論1年間勉強財表は財表、1年間勉強でそれぞれ試験受けに行くというところだったんですがまあこれはね これからやってっていただくとお分かりになると思うんですけどあの簿記論や財務諸評論それぞれを1年間にわたって深く掘り下げながら勉強するこれは決して悪いことではないと思います。ねそれはそれでやっぱりより深く内容を理解するようなことができたりより広範なものが勉強できたりっていうところがありますから当然そのスタイル自体は決してね、えー、無駄なものではないし今現在私どもでも簿記論は簿記論財表は財表単価で えー、受験対策を進めていただくという講座も設定してありますただ、まあ、同時にこの母材横断というクラスも十数年も20年弱ね、えー、動かさせていただいてるんですが、まあ、母材横断クラスの最大のコンセプトは何って言ったらね、まあ、これはもう効率性なんです、ね、効率よく学習を進めることで1年間の学習で、えー、2科目同時合格を目指そうというのがこの母材横断クラスのコンセプトなんだよね。 っていうのもねこれも僕もかつ受験生だった時のことを思い出すとよくわかるんですけどねまあ簿記論という科目と財務省論という科目はそれぞれ科目の特性というのはありますがどっちにしてもねいわゆる会計に関する計算処理ですねこれに関する知識をまず身につけなきゃいけないよっていう部分でいや同じなんですで同じなんですけどもこのね計算に関する知識っていうのが簿記論の学習と財表の学習は相当かぶるんですね。 まあ難易度で言ったら圧倒的に簿記論の方が高いんですけどもね財務省論の場合には計算難易度自体は高くない代わりにまあ PLBS を作るにあたってね会社法もう主として会社法になるんですが会社法の定めに基づいて表示の様式をしっかり身につけといてくださいねいうのが財務省論コンセプトになるんでまあそのぞれ科目の特性ってのはあるんだけどただどっちにしてもね難易度が高いか低いか 回答が仕分けの形で回答したり金額で回答するのか財表を作るのかっていう違いだけで基本的に問題対応するための土台の知識って同じなのよねで同じだからまあ、実際僕らが受験勉強やってた時もそうなんだけど簿記論と財表を同時に勉強するとね毎回計算の部分がかなりダブるのよだ例えば月目が簿記論で課金、えー、が財表だなんて話になるとね月曜日の夜にやって簿記論対策でやった話が金曜日に今度財表で出てくる まあ、例えば同じ現金の話をね2回聞かなきゃいけないとダブってやってたんですねでそういう部分っていうのはまあまああるからそういったところを極力割愛しながらねより効率的に勉強を進めることによって短期の学習で2科目合格を目指そうよっていうコンセプトから始まったのがこの母材おんなんですねだからもう計算部分についいてて必要なな知識っていうのは同じなんですただ簿記論の方がより難易度が高かったり で財票の方のが表示の容量を覚えなきゃいけないとかっていう特性があるんで、もそこの部分をうまくまとめてね、えー、この母材をどのクラスのコンセプトとしては計算能力はより高みにある母理論の問題への対応を想定して皆さんにお話しする。で当然それを皆さんに身につけてもらう。 であとはそこに表示の仕方を載っければ結局簿記論材表でダブってる部分を割愛することができるからより効率的に学習を進め効果的に2科目同時合格を目指すことができるでしょうというのがこの講座のコンセプトです。で例年ですね、えー、私去年の受験生さんもそうです、まあ、去年も私担当しましたんで私の受講生さんも母材同時合格をしてくださってでその後にねあのあれなんですよ今私のクラス申し込んでいただいた方々は毎月1回ズームでね あのライブでつないでねえライブで,つないで質問会やってますでその質問会にねあの初年度ダブル合格した受講生さんに参加してもらってねまあ僕の方からバーってお話しするだけじゃなくて実際現役に近いね合格者の方からそういったお話をしていただいたりもしたんだけども彼なんかもね 何の問題もなく2科目同時合格を果たしてくださったりもしてるんでまあ効果効率的に勉強を進めていただくとやっぱり学習期間でいうのはうんと縮込めることができるっていう利点がありますからそこを目指してねまあ皆さん方に、まあ、早くねもち論ん代表の結果を残していただいて次の税法に行くなりなんなりっていうことをしていただければなというコンセプトでやっていくのはこの母座四断です。で僕はこの講義を担当させていただくようになって常に意識してるのはもうとにかく得点源をしっかりと見極める。 ねでね特にまあこの「簿記論」代表というね科目に関して言うとねあの合格のために必要な論点と合格のために決して必要じゃない論点の見極めみ,みたいなものがうまくついてない人ってやっぱ多いんだなって改めて思ったんですよ。でこれが去年の試験がま,あまさに典型で去年「簿記論」の第2問で連結会計の問題が出ました非常に難しかった非常に難しかったんだけど僕はもう常日頃から授業をやってる時にね えー、テキストの内容を超えるような連結が出てきた場合にはやらなくてもいいってずっと言ってたんですでそのダブル合格をしてくれた彼なんかはね、実際その連結の問題を見た時に知らないものいっぱいありますから、あれもうテキストの範囲超えてんじゃん。超えてんと判断したんで、彼どうしたか。連結やってないです。○○1 個やってないです。第2問の問いの4番だったかな。○○やってないです。でも、無駄だ判断して、もう知らない子とはやって,てできませんから。 無駄だと判断して丸々やんなかった。ただその代わり他の問題に徹底して時間かけてしっかり点数とみました。で結果どうなったか。何の問題もなくダブル合格。初年度ダブルです。いくんですこうやって。だから合格のために何が必要かってことをしっかり見極めることができればボギロン代表っていうのはうまく回せば実はそんなに難しくなく合格できるんです。で何でも何でもやっぱりかかってしまう人ってそこの部分がねちゃんとついてない方見極めがちゃんとついてない方が多い。 だから、いや、連結だ、わ連結出た、連結、連結って一生懸命そっちやってるんだけど、同時にね、第1問とか、他の第2問の証文とかが、まんざらできてないんですよ。で、結果どうなったか。連結はそれなりに時間かけて解いた、半分ぐらい解けたけども、他の部分が点数取れてないから、全体として点数伸びなくて落ちてるんですね。そういう人いるんですよ。そういうことなの。だから別にね いわゆる最新の会計領域を引っ張ってるような連結会計であったりあとは近年であれば収益認識順なんかもありましたよねそういうところがどうでもいいなんてことは僕は言ってないただそういう比較的応用論点が高いような部分であったりとかあ発展的論点と言えるようなところっていうのはもうベーシックな部分だけできればそれでいいんです、ね、そんなところ変に応用度が高いとこばっか一生懸命目追っかけてもね合格できないのよそうじゃなくていい やっぱり合格するために必要なのは伝統的論点と言えるようなところ例えば有形向けの固定資産なんか100%の正答率がちゃんと担保できるかどうかこれがもう重要なんですえなぜなら出るからでなぜなら出るのになんだか分かんないけどそっちが出てきてもですね正答率100%に達してないのになんかもうできるような気になっちゃってねで本試験の問題解いたら相変わらずそこ間違えてるとかそれじゃダメなのよで僕思うんだけどねそこそこの点数取って落ちる人ってみんなそうですね あのそこら辺の部分が弱いなんかあ当連とかの見直し考えても,もう90%ぐらいの正当率になったらよしとしてるんですけどダメですそれじゃえ、まあ、僕例で今有形定資産挙げましたけど有形定資産に関する話なんか100%絶対出ますからね毎年試験だったら100%の正当率担保できるようにすればいいじゃないですかにもかかわらず何かわかんないけどそっちはやんないのにやれ連結だやれデリバだってそっちのことばっかり言うの、ん。 そんなことやってたらいつまでたっても受かんないです。だって本当に日常業務の中で必要なそういうベーのね、有形向けの固定資産の話ができないんですよ。だって9割ぐらいの正答率って低いですよ。出んの分かってんのに。でなおかつ僕の産業からやってるじゃないですか。でしょそういうところができないのに、やれ連結だ、やれデリバーだって、そんなもん打ったってしょうがないんです。だから あくまでも合格のためには全体としての得点向上を図りながら上位10%に入るってことは絶対重要なのでこれをしっかり意識して勉強をやって,やっていただくことができれば決しての代表を受かるってことは難しくないんですだから合格のために何が必要かってことを僕は徹底的に考えて授業をやっていきますからあ最新の会計領域に属するもの当然そういった部分に興味がある方もいらっしゃると思います。 でそれはどん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 ね授業を上回る部分についてご自分で勉強するなり研究するなりして疑問点があれば僕に質問していただければお話はします。でそれは全然しますけどもまず受験対策の観点からは確実に他より頭一つ抜きんでるような答案が作れるような知識これを皆さん方に伝達するのは僕の仕事だと思ってるあくまでも予備校の授業というのは研究のためにやってるわけでも何でもない資格試験に合格することがまず究極の目的である そのために何をすべきかということは僕は徹底的に研究しているつもりなので、えー、それをしっかりと皆さん方にお伝えしていきますで幸いなことに今のところそれを皆さん方にお伝えした結果として例年ダブル合格含めてね、えー、合格者多数出ていただいている状況があるんで今年も僕はそれをコンセプトにやっていきますねでも極力ね試験の勉強をやっている時間なんて、ね、短いのがいいに決まってるんです長いこと勉強をやったって正直意味ないだって修行なんかみんなそうじゃないですか 早く資格を取って早く現場に出れる状態を作り出すことがまず第一歩なのであって受験勉強をやってる期間っていうのはそのその過程でね当然得ることあるし自分の成長もするよするけども皆さんは資格を取るために勉強してるんだからまずは究極の目的として合格しなければ意味ないわけですよでしょそののために何をするか最短の学習効率ね 究極の学習効率ということを考えながら極めて短いスパンで成果を出していくこれが予備校の果たすべき役割だと僕は思ってるんで,ねでそれ以上の深い深い研究がしたいというふうに思われる方々は当然のことながら予備校の授業では足りないわけですからそれはもう大学院行くなりなんなりして研究を進めればいいと思うただ何にしてもまず試験研究ね試,験研ご試験に合格するということを究極の目的に置くべき予備校の授業に関してはやっぱりね 戦術的に点数を積み上げるためにどうするかということをノウハウとして皆さんにお伝えするのが仕事だと思ってるんで、僕はもうそこに特化した時期がありますね。で、それをしっかりとこなしていただければ、今ずっとここ例年ですね、確実に合格者出ていただいておりますんで、きっと皆さんにも合格していただくことはできると思うね。で、極力僕は皆さん方に少ない負担で短期的に合格をしていただきたい。 それを実現するために何をするべきかを常に考えながら事業っていうのはやっていきます。まあ決してね、えー、税理試験効率的とか短期とかねこんなことばっかりいくと楽して受かりそうだなと思われるかもしれないけど決してそんなことはない。やっていただいてる時には厳しいときもあると思う厳しいときもあると思うでも税理試験はやっていただくだけの価値は絶対あります。絶対あります。皆さん方がここでで身につけたたウウあったり知識というものは 絶対この後皆さん方を助けてくれる大きな大きな武器になる。ね、AI が進展しようが何がしようが中小企業の経営者っていうのは間違いなく相談相手を求めてます。専門性を持った税理士さんにもろもろの相談をしたいんです。そのために顧問契約を結んでるんですに。AI が進展すれば税理士がいらない。そんなの嘘です。それは多分中小企業の経営者の人たちとほぼ接してない人たちが勝手に言ってるだけ。ですか絶対なくなりません。 僕の感覚で言うと間違いいななななくなくなんないですかじゃあ AI で、まあ、AI とまで言わないけど今簡単なシステムなんかいくらでもあるじゃないですかいくらでもあるでしょ、ね、ほぼただに近いものもありますよであれ適当にやっていけば確定申告者作れますよ作れます作れますねえ税理士なんか頼むのだってやれる確かにやれると思いますただ逆に言うとその程度でちゃちゃっとやれるような人たちはそもそも税理士の業務の相手ではないですか自分でやればいいんですから節税も何もないですから今の。 でそのレベルの人たちを主要な顧客層と考える必要なんかないんですはなからで、まあ、今後は商売のやり方としてそういった方々を相手にねこういう事業を展開していこうって考えるのも一つだと思いますよ思いますけどもそもそもそういった方々は相手ではないんですね皆さん方はそれを上回る規模の事業規模をお持ちの方々などが皆さんにとっての相手なんですだからあー電信国ができるようになってねなおかつそういった会計層なんかいいもの出てきて わわざわざ税理士に頼む必要ない確かにそういう考え方もあるかもしれないでもこれから先絶対ある程度の規模になってくれば税理士に対して依頼する経営者の方々やりますやりますなくなることはありませんだから皆さん方が今税理士を志してやってやろうという気持ちそしてこの税理士というものを選択していただいたことっていうのは決して間違ってないぜひそれを形にできるようにね,ね、えー、これから勉強を頑張っていただいて、ねえー、なるべく早くその税理士という道に、ね、進んでいただきたいなというふうに思うし まその過程においてですね、私の講義の方を選んでいただくことができれば、非常に嬉しいなというふうに思っております。まあ、今日はね、あの短いバージョンでお話ししなきゃいけないというところなんで、もう時間ですから、これぐらいにしますが、もろもろ細かいシステムであったり、学位であったり、ね、えー、ご質問の制度であったり、そういった部分について何かご質問があれば、随時各本校のスタッフにご相談いただくなり、またはお電話いただいてね、えー、各試験科の担当者の方でご対応させていただくこともできますから、 疑問点等あればですね、どんどんそこはご質問いただいて、ね、極力負担のないような形で、えー、勉強のを始めていただければというふうに思います。まあ、あとは最後にね、ぜひ、えー、私のクラスの方を参加していただけると嬉しいなと思うんですが、まあ、私のクラスを選んでいただいた以上はですね、皆さん方が一生懸命走ってくださる以上、僕はもう精一杯皆さん方後ろからバックアップします。ね、バックアップします。最大限応援することはお約束いたしますんで、まあ、ぜひね、今や税理士になってやろうと。 思っているその気持ちをね持ち続けていただいて23年の試験において無事ねダブル合格これをね果たしていただければというふうに思います。 はいということでね、えー、短いバージョンというところでございますが、まあ本当にもう短くて申し訳ないけども、ね、母材オーダーのガイダンス、短縮版ということで、これぐらいで終わりにさせていただきたいと思います。まあ、長いバージョンもありますしね、えー、あとは先ほど申し上げたとおり、疑問点とあれば随時ね、ね、えー、スタッフ等にご質問いただいてね、疑問点解消していただいて、授業の方にご参加いただければと思います。はい、以上で、今日の講義は終了です。皆さんお疲れ様でございました。